Thank you.
進行方向右側に日南海岸でも数ある景勝地の一つ七つ梅がご覧になれます。七つの岩が異なるように見えることが名前の由来というので、この付近の砂浜から約 2.5km の位置にあります。波の高い冬場はなかなか近づくことができず、神秘的な場所として知られています。
島宮崎行きの特急列車です。乗車券の他に特急券が必ず必要です。乗車券のみではご乗車できませんのでご注意ください。
駅電は15分間、駅の見学時間がございます。発車時刻は16時10分です。発車の際はベルでお知らせいたします。お乗り遅れの内容をご注意ください。また帯駅のホームでは記念撮影のお手伝いを行います。記念撮影ご希望のお客様は近くの客室乗務員までお気軽に声をおかけください。なお帯駅停車中も車内販売の営業は行っております。車内販売ご利用のお客様は客室乗務員まで気軽に声をおかけください。発車時刻は16時10分です。
前にソメイヨシノや山桜など一万本が咲き誇る桜の名所です。遊歩道や休憩所、展望台が整備しており、ウォーキングにもおすすめです。またフラワーガーデンもあり、一年中楽しむことができます。皆様も花畑公園で自然と触れ合ってみてはいかがでしょうか。また北郷駅はこの列車と同じ帯杉で作られたログハウス風の駅舎です。到着、目の前に見えてまいりますので、ぜひ何かをご注目ください。
まります。ご注意ください。Thank you.
Thank you.
次の選択意図というものがご覧いただけます。本日は満潮で、あまりご覧いただけませんか。ただいまより森の選択意図の写真を持ちまして、お客様のお座席までお伺いします。森の選択意図の写真をこちらをご覧ください。
芝から宮崎県総道運動公園まで続く約3キロの遊歩道はトロピカルロードと呼ばれ、青い海と美しい海岸線を楽しむことができます。皆様も南国ならではの景色を楽しまれてみてはいかがでしょうか。特急券が必要です。乗車券のみではご乗車できませんのでご注意ください。なお30分後には普通列車が参ります。特急券をお持ちでない方はそちらをご利用ください。また指定席券は車内でお買い求めいただけませんのであらかじめご了承ください。
に記念撮影のお手伝いをさせていただきます。本日の日付が入ったフォトパネルをもちまして、お客様のお座席へとお伺いします。お手元に携帯電話やカメラをご準備の上お待ちください。なお、車内販売の営業は引き続き1号車後方のカウンターで行っております。車内販売ご利用のお客様は後方資料1号車まで足を運びください。
案内です。宮崎空港行き17時15分2番乗り場から発車します。降りの際はお忘れ物なさいませんようお確かめください。皆様のまたのご乗車もお待ちしております。ご注意ください。
17時34分1番乗り場、特急霧島17号鹿児島